はいはい、今回ですね、富士の樹海でスイカ爆発チャレンジ、はい、やっていきたいと思います。ねえ、もうコロナ禍で皆さんお出かけもできない、夏らしいことできない、もう大変な時期です。今回のね、スイカで皆さんに涼みをお届けしますので、チャットで交流したりね、はい、仲良くワイワイしていきたいと思います。もちろん心霊が好きなね、リスナーさん多いと思うんだけど、ここは青木原樹海でもガチのエリア、富士の樹海の中でもガチのエリアでございますので、何か霊的な現象、ぜひ、はい、見届けてください。よろしくお願いします。それではね、早速、爆発させていただきます。グロ回避、あれ？回避できてない。いやー、怖いです。はい、こんな感じになってますね。はい、怖いです。いや大丈夫かな。はい、マサオの声ノイズ大丈夫？なんかね、 YouTube 全体で最近ねノイズ問題があるんですけども、遠慮なくノイズ入ってるよって教えてくれれば、瞬間再起動でですね治ることもあるんです。大丈夫かな。よいしょ。はい、ひでぽーちゃん大丈夫？森田さん大丈夫？松田さん大丈夫？あ、ノイズ入ってる？ね、本当にね、遠慮なく言ってね、ちょっと再起動します。もしかしたら治るかも。治んなかったらごめん。ノイズ大丈夫？あやか、はい、ちょっとクルクルしたかも。なんかね、なんか YouTube 全体のねこれバグだと思うんだけど、浜田さんクルクル、音大丈夫？なんかね、ブツブツ言ったらね、また再起動かけて、たまに治るから、お気軽に教えてください。まだ入ってるかな？大丈夫かな？グレイシア大丈夫？はい、こちらまずね、匿名希望さんからいただきました、これ。このスイカ知ってる？スイカに詳しい方、狂気の沙汰かもしれない。この高級スイカを爆発させてきますのでね。でもこれ匿名希望さんが爆発させてくださいと、いや違う、それは違う、爆発させてもいいし食べてもいいしみたいな、選択権は私にあったんですけども、爆発は選びました。はい、リスナーのせいにするとこで、いや、そう、これはもう私の意思でございますので、爆発させていきましょう、みんなでね。はい、モニャクルクル大丈夫？アイリー大丈夫かな？はい、爆発しよう。じゃあやっていくよ。匿名希望さん、本当ありがとうございます。高級スイカ大切にさせていただきます。爆発した後はね、大切に食べさせていただきます。最初にね、昨日本当たくさんのコメントありがとうございますね。昨日ね、牛三つ時アタックやったんだけど、すごいたくさんの反響をいただいてですね、コメントをくださった方、ありが、やば、壊れた。ちょっと待ってね。いや、ありがとうございます。たくさんありがとう。転校させていただきます。優先転校、昨日アーカイブ動画コメントしてくださった方、ハニーケンちゃん55、マリンゴールド坂口、ミコ、浜田、ミドポン、ユウコ、タケちゃん、梅ないもも、ユウユウ、宇宙人パール、グレイシア、アヒルちゃん、ヒデボーちゃんだよ、西島清美、西塚晴美、不滅の王、A86 とは、豆腐屋、S リリー、川本真由美、フラットゾーン、なっちゃん55、スヌーピー、樹海散歩、カズ、プーチン松田、長友マリ、サラコ、ヘラブ、ワンドック、レトロ、久保田緑、優香彩香、194レイチェル、芝、近藤裕二、森田拓夫、ちゃん海、金夏、ペニーワイズ、あかね、勝幸、田辺理香、美、藤田美智子、桃花梅、リリ、ペーシュ、田辺理香、アニア、ちょっと待ってくださいね。下に行けなくなって。以上です。ありがとうございます。転校させていただきます。たくさんありがとうございます。壊れた。ゆうこゆかり、マリンゴールド、ちあちゃん、はすみちこ、ゆかり、194レイチェル、川本まゆみ、としお、へらぶ、ひみたん、みかみか、りん、
ちまゆ、かんの、ゆかり、ミーキャット、坂口、EKS、フラットゾーン、松江里、あひるちゃん、まことペッシュ、マリンゴールド、いつみ、くみやま、みかみかゆうか、ゆかり、ゆず姫、エスリリー、レトロ、ちまゆ、べにちゃん、まこと、呼べた、ゆうか、呼べてない?呼べたよね。ミニ四、くみくみ、呼べてない方呼んで教えてください。海のようちゃん、あやか、リリー、はるみ、ゆうゆ、だまショー、もにゃ、今日新規さんもね、たくさんいらっしゃるかもね。なんか内容もなんか企画系だし、R34、もしかしたらね、あの、時間的にもいつもの時間と違うから、新規さん、初見さんいらっしゃったら、ぜひチャットお気軽に入ってください。ミスター当人、チャンネル登録お願いします。いいね、グッドボタン、応援お願いします。広告なしでね、お届けしてます。広告なしでね、快適で見れてるって方、ルナルナ、ぜひですね、こちら、いいねで応援お願いします。じゃあね、早速準備していくよ。準備していきましょう。まずこのスイカ、スイカをね、スイカを出します。いやー、よーし、いやー、高級スイカだからさ、いやー、ちょっとですね、ドーン、これやばいかもしんない、これやばいかもしんない、よいしょ、これでかすぎる。あのね、前会った時片手で持ってたでしょ、片手で持てないこの大きさ、でかすぎる、本当にやばいですこれ。あのね、輪ゴムがね、どのくらいか、1箱につき600本くらい入ってるんですよ、このやつがね。そして通常は800くらいで、800から1000で爆発するんだけど、これちょっとね、でかすぎるかもしんない。もしかしたら、あの、爆発できなかったら、それで終わりになるかもしんない。ちょっとあの、ライブ配信だからね、高級スイカどうなるのか。でもご安心ください。一応3つこれね、はい、6318、1800本あるからね、大丈夫かなとは思うんだけど、どう思う?やばいよね、ちょっと。でかすぎるかもしんない。じゃあちょっとセットしていきましょう。よいしょ。高級スイカ、それよし、いい感じ、いい感じですね。はい、失礼します。よいしょ、いやー、どうなるかな、怖いね、どうなるのかね。じゃあ記念すべき1本目、みんな一緒に数数えて。これさ、800とか1000とかでもしかしたら割れない可能性あるし、割れたら割れた、これ衝撃がちょっと強そうだよね、やばいかもしんない。じゃあ、あの、1本いくよ。じゃあ行きます。はい、1、あれ、ああ、はあ、やばいかもしんないこれ、ね、斜めってる大丈夫かな、やばいよね、はあ、よいしょ、失礼します。プニスケプレゼン、プニスケありがとう、プニスケありがとう。よいしょ、じゃん、プニスケさんありがとうございます。これ何なんでしょうか、これ冷蔵、プニスケありがとう。じゃあちょっと開けてきます。8月11日もふもふさん誕生日、誕生日、3日後かな、
今日が8日だから、3日後、伊豆散歩もくもくさんの、ね、誕生日覚える歌歌いながら開けさせていただきます。ハッピーバースデー伊豆散歩もくもく、ハッピーバースデー伊豆散歩もくもく、ハッピーバースデーディア伊豆散歩もくもく、ハッピーバースデートゥーユー。8月11日伊豆散歩もくもくさん誕生日おめでとうございます。またお祝いしようね。じゃん。あ、すごい、なんかすごいのが出てきた。ちょっとお手紙をね読まさせていただきまして、青ラム松江里、明日の朝になっちゃう、みやみや可能性あるよね本当に。プニスケさん、初中見舞い申し上げます。ご苦労様です。今回はプニスケ厳選北東北の美味しいものをお送りいたします。楽しみ。まずは青森から極上甘塩すじこ。今までいろんなすじこを食い散らかしてきましたが、これが一番うまかったです。ご家族でお楽しみください。次に秋田から特選生純菜、やばい全部食べたことない。6月から8月までの最盛期に取れる生純菜からさらに厳選された一品です。すごい高級なやつですよね。そういうことはアフロ隊の中でも食通のなんちゃってさんも大絶賛、なんちゃってさんも大絶賛のやつ。なお調理はおかみさんにお任せした方が良いと思います。マスオがねいろいろやるにはちょっと高級すぎるってことですね。最後は岩手からまだあるんだ。前沢牛の尾形の前沢牛カレーとビーフシチューめっちゃうまそう。高原生麦なんて読むんでしょうかね。高原生麦、あの皆さんはね、あの頭が賢いアクロ隊の皆さんはもう想像で心の耳で聞いてください。ハッキントン白い金の豚の角煮をお送りいたします。これらはマサオ調理可能商品、温めるだけとかですかね、わかんないけど。それでは北東北の味十分に堪能してください。プニスケさんありがとうございます。よいしょ、すごい。あ、これですか。うわー、これまたお昼、あのね、ちょっと今心霊月間なんだけど、またキャンプ車中泊の回ではこれを、はい、あ、これホタテラーメンだ。ホタテラーメン、ホタテラーメンですね。あ、これがビーフシチューです。はい、高級ビーフシチュー。なんかもう待ちきれなくて食べちゃうかもしんないね。食べちゃうかもしんない。しかもたくさん。前あのプニスケさんの缶詰でね、あの涙しました、美味しくて。なんかあの食べたことないやつ。あ、これはあのノストラジックな うまい棒たちが、あれうまい棒でもなんか珍しい岩手県限定のウニとか、これまたちょっと明るい時に紹介させてください。あ、これが高級なやつですね。すじこと、これすじこ食べたことないですね。すじこ嬉しいです。すじこ、もう一つがバスト、これも高級なやつ。ああ、純菜ですね。安藤の純菜、安藤、安心の安に富士、安藤の純菜。うわあ、キンキンに冷えております。うまそうですね。ありがとうございますプニスケさん、これ食べさせていただきます。高級三昧ありがたいですね。高級三昧、よいしょ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 。ああ、プニスケさんありがとうございます。食べさせていただきます。いや、なんかもう舌がね、最近のマサオの舌がちょっとあの肥えてきちゃったらどうしようってね。はい、あの今回のスイカもね、これ匿名希望さんのこの尾花沢スイカ、これも高級スイカでございますね。あ、音がね、スイカ叩いた音で高級感が分かるとの聞いたことあるんですけども、いやすごい。ちょっとね、今日お腹空いたらみちこさんからこれあの
ゼリーと見せかけて、これ実はあのジュレと言います。貴族はゼリーをジュレと言うんですね。これもね、小腹が空いたら食べさせていただきます。みちこさんありがとうございます。よいしょ。じゃあ2本目いきますよ。2本目いきます。よいしょ。じゃあみんな一緒に数えてね。2、だんだん上手くなってるね。さっきよりもスムーズ。じゃあ3、朝になるね、本当に朝になる。3本ずついきます。7。ちょっとでかくてやばいかも本当に。10本。もし1000で爆発するとしたら何倍？ 100 倍？この作業100倍？うわ、でかいね本当に。これでかい。だってさ、前は片手で持ってたけど両手でも重いからね。やっべ、そう、本当。あ、割烹着がないとやばいかな。5本ずついきます。日が暮れるからね。2、3、4、5、5本ずつね。ちょっとね、本気出さないと。これ本気が暮れる。あ、これ本当難しいよ。うわー、これちょっとやばいね。対策取ろう。どうしよっかな。まず服。ちょっと水分がついてて、ここ樹海ってやっぱりね、富士の樹海って本当に湿気がすごいんですよ。ツルツル滑っちゃうね。ちょっと僕も、もう汗がかいてきた。15。うわー、気が重いな、これ。気が重いかもしんない。あ、包丁でやる。すごい、それ正論。じゃあ7ついくよ、いっぺんに。7つ。17。ちょっと本当にでかすぎる。ですね、ちょっと残念なお知らせなんだけど、厳しい。どうしよう。ですね、この輪ゴムがかなり限界まで伸ばさないとこのスイカに当てはまらない。諦めるの、ミコ。舐めたらあかん、スイカ割り。あ、でも1本だったら結構スムーズ。2本だったら、あ、でもスムーズ。あれかな、本数あんまり多くやるとダメなのかな。がっつりいく、フラットゾーン。3本。数えてる？逆に数えてるってね、言われる方なんだけど、はい、責任転嫁。もう50くらいつけついたよね。20よ、ひでぼうちゃん。まだ20？ じゃあ3本。あ、3本ずつくらいかもしんない。やばいね、日が暮れる。1000割る3は？賢者の方、1000割る3はいくつですか？切って食べる。333回。やばいですね、333回。ちょっと4つずつだね。4つだと250回。
ばい、マジででかすぎ、でかすぎやこれ。すごいね、これ割れたら割れたで怖いね。ちょっと5本ずつだな、5本ずつ。今2、3、4、5でやってるけど、あーでも3本ずつが一番楽かな、3本ずつが一番楽かな。あーこの感じだと5本。もうこれもね、今日本当に時間との戦いかも本当に朝になるかも。5本ずつ、ちょっと5本ずつ。あでもだんだん上手くなってきた、だんだん上手くなってきたよ。333、100本ずつちゃんかな。10回で終わるね。天才現る。なんかこのか蚊取り線香がさ、すごいもう直で頭が痛くなっちゃったの。この蚊取り線香が近すぎる。皆さん夏らしいことやってますかね。えマサオあんまり夏らしいことできてなくて、あのまあできてるにはできてるのか、あの配信が全部夏らしいことでね、花火見たり今日みたいなスイカ割ったりね、観光したりあ昨日夏らしいことした。伝説の無職こんばんは。194してない。ちまゆう頑張れ、ありがとう。ちょっとあのコツコツやってくよ。これかなり時間かかると思うけど、もうねコツコツコツ。やばい、ワコード来た、ワコード来ました。ワコードの声がする。大丈夫かな。よし、いや3本ずつがコスパいいかもね。あの体力があんまりこう削られずに3本ずつ。あ3本ずつがいいかも。前何本ずつやってたかな、5本ずつとかやってたかな。ちょっともうあの数えてないけど、あのこれがねだいたいあの850本あるから、これ一箱なくなったくらいに爆発するかなね。あワコートに手伝ってもらえばよかった。本当だね、もうこれあの41歳おじさんにはちょっともう苦行、苦行でございますね、これ苦行でございますね。あなんかこれまいったぜよ、指がもう痛いね。落ち着こう。あ、輪ゴムまとめないと力分散する。輪ゴムをちょっとまとめます。力を集結させよう。国士無双。あれワゴムを揃える。ワゴムを温める。やっぱり3本かな、ひろこ。あーそうそう、指がちょっと痛いっていうのもあるけど、でもなんか今興奮してるから、今日しかね指使う時ないからさ、もう今日だけ乗り切れば。明日はね通常心霊配信でね、怖いとこまた行くんだけど、あの新規さん初見さん、あのぜひね心霊好きな方はね、今心霊月間で怖いとこかなり行ってますので、チャンネル登録いただいてね、また明日を待ってほしい。明日はね夜の9時からです。明日はね夜の9時から。
もうね、明日からずっと9時からですね、夜の9時から毎日トッツ、13日間連続毎日トッツでね。それで、あの、明後日はあのチャンネル登録限定、あのアフロ隊限定配信になりますからね。明後日と、しあさって、明日が通常で、明後日しあさってアフロ隊限定配信になるから、ぜひね、あのチャンネル登録はあのお忘れなきようお願いします。お忘れなきようね。そう、滑んないよね多分ね。前のスイカが本当にこれの半分くらいだった、大きさ。前のスイカね、これの半分くらいだったよ。うん、ちょっとこれはね、ちょっと今心が、声聞こえた？なんかトラツグミ鳴いてるよね。トラツグミが鳴いてる。この一回一回の作業がね、ちょっといつも前と違う。もう本当にギューって、あの広げなきゃならないし、あのスイカでかいから、ダルビッシュ、もうダルビッシュ、じゃあね、作戦ですね。3本以上はしない、3本以上はしない。一番コスパがいい3本をコツコツ積み重ねてきますね。そして、長期戦になる予感、長期戦になる予感です。はい、台風、3本未満でね、やってきます。無理しないでね。あ、やっぱ3本だとスーっていくね。切って食べる？その誘惑すごい今。切って食べたい、こんな美味しいスイカ。3本いいな。3本いいな。ですね、切って食べようの意見がね、すごく誘惑でございます。コツコツと頑張れ、アオラム。頑張るよ。スイカ爆発で心折れるタイミングとしては、あの、これがね、心配、ズルーンってさ、なんかズルーンってこうダメになっちゃう時あるんだよね。こうしっかり水分をこう拭きながらやんないとね、ツルンって全部取れちゃうことがあるんだよね。そればっかりは気をつけないとね。話してる時も手を動かす。厳しい。よいしょ。はるみさん、切って食べよう。あー、台風気をつけてね、九州。あの、アフロ隊九州多いからさ、あの、台風対策してね。ね、みんな大丈夫かな、九州アフロ隊。九州の人今やばいんだね。頭突きで割る。
マミ手を動かそう。マミ大丈夫？台風。今台風やばいのかな。玉章頑張れ。中心にまとめるって言ってたよね、輪ゴムをね、力を。あ、ワンドック定期ありがとう。定期見てね。うん、割れないくらい大きいかも。これ高級スイカ、特命希望さん本当ありがとうね。しかもこれスイカ爆発に使ってもいいっていう許可もいただいてるからね、ありがたいです。アフロ隊の力すごいです、本当に。どうかな、割れるかな、そろそろ。この塵も積もればのね、この輪ゴムたちで。よいしょ、ちょっとずつメンテナンスしていかないとね。よいしょ、ズルンって下に落っこっちゃったり上に行っちゃったりするとやばいからね。力を集結させてね。ね、あれ、くるくるしてる？大丈夫？あれ？見えてる？うん。プーチン松田194、そうだそうだ。よし。見えてる？じゃあちょっと本気モード、少し本気モードでいきます。よいしょ、本気モード。疲れたら終わるけど本気モードね。なんか輪ゴム切れてるね、輪ゴム結構切れてる。ちょっと多めに。あれ、本気モードダメだな、なんか輪ゴム切れる。あれ、この輪ゴム、あれなんでだ、付け方がダメなのかな。あれ、なんかこの底にあるやつがダメなのかな。あら、なんかスイカにデコボコとかあんのかな。ちょっと輪ゴム変えよう。あれ、こっち予備でね。あ、こっちちょっと違うよね、こっちの方が頑丈だね。うわー、これは大丈夫かな。うわ、やばいかも、こっちの方がやばい、あんま広がんない、頑丈すぎて。もうダメじゃん、ダメじゃないですか。でかすぎて、でかすぎて輪ゴム切れる。あれ、さっきと今何が違うのかな。さっきまでこんなに切れなかったよね。やばい、僕の頭では考えれない。一本ずつやってみる。やりすぎた？5
ゴムがへたれた。付け方変えたっけさっきと。本気モードって言ったら輪ゴムが弱くなっちゃった、ね、いやーこれあ、今ね箱変えた。あの輪ゴムの上と下で違うのかな。わ、これはもう輪ゴム自体がもう入らないや。こっちの輪ゴムはねもうあの伸びない。まだこっちの方が伸びる。会社が違うんだね。輪ゴムがちょっとこれって痛い。なんかカナブン来たね。カナブン来た。一難去ってまた一難。でかすぎやこれ。でかすぎや。あの規格外でございますねこれ。規格外だよねこれ。でかすぎ。なんかねあの3本ずつまた痛い。またなんか3本ずつだとなんか切れなくなった。またよかった。ジュレタイムにする。ジュレタイムにする。よいしょ。さっきの何だったんだろうね。輪ゴムが切れまくったの。なんかどっかに切れる場所があったのかな。ああ古いゴムだったのかな。
がさ、あーレトロさん多分ね予兆あると思う。なんかこうミシミシとか音がして、あのね本当にこれあの全部輪ゴム使っても割れない規格外スイカかも。あのもう全部輪ゴムをここにやっても割れない頑丈スイカの可能性あります。そしたらあのみんなあの包丁で切ろうっていう意見がね あったんですけども、ちょっとそんな予感がしてきております。はい、3本ずつでもこの消費カロリーいや、あ樹海でアドレナリン出てますね。もう指の痛みが今もう変なになってます。ちょっとマスオ 0% になっちゃう。これ。あ、はい、すいません、あの二条下警察署の方ですけれども、はい、ちょっと今あの旧小学校の方で、はい、あの騒音駆除っていうのがあってできたんですね。小学校ですか？はい、小学校の校庭で。あ、それは多分さっき若い方の声は聞こえてましたね。あ、聞こえた。本当ですか？はい、あ、もう今はもう特にないんですけど、もう、はい、無償処分ですだと思いますね、うん、はい、私はこの宿のものです。はい、はい、ちなみに撮影かなんか。あ、そうですね、はい、撮影です。なんか YouTube かなんかやりますか？あ、あの、はい、ちょうど YouTube ですね。あ、今どっか、あ、まだ撮ってないですけど、あの自分があの帰ってからやるので。で、あの声自体は20分くらい前に聞こえました。あ、本当ですか？はい、わかりました。じゃあ、すみません、ありがとうございます。一応なんかそこの小学校でなんか騒いでるって都合があって行ったんですけど、もう誰もいなかったので、署名の名前してるかな、しましょうか。あ、こっち側には来てなかったですね。了解しました。はい、すいません、はい、ありがとうございます。はい、ご苦労様です。やっぱりさっきあの声聞こえてましたよね、多分それがね、大変ですよ。あの田舎ってね、本当に声響きますよね、うん。
指を痛めるから今度にしようねえどうしよっかなねえ、もうなんかこの割るに専念してもう割るに専念する、無口になっちゃうよね。いやだってさ、前はこの半分くらいのスイカでこう本気モードでつけるときはなんか5個とか10個とかつけれたんだよね。今本気出して3つが限界、すごいやばいよねこれね。なんかさ、普段和コードって言ってたでしょ、だちょっとなんかボケの意味でも和コードって言ってたけどさ、だからあの嘘から出た誠ってあるよねえ。和コード和コード言ってたらさ、普通の現実世界で和コード言ったからね、和コードがなんかあの声しましたとかって言って、うん、箱の上なんかいる？怖いよ。闇だからね。あ、輪ゴムは結構ある。うん。だから多分このつけるペースもめっちゃ遅いんだよ。普通ならもうさっさっさってあの5個とか10個とかやってたんだけど、あの3つが前の10個分くらいのペースこれねえ。あ、この笛の音はねトラツグミかな。悲しい音ですよね。ジュレン食べる？なんか今休んだらなんか終わっちゃいそうな気がする。今休んだら終わっちゃいそうな気がする。チャット読んで。うん。うん、まだまだ食い込まないね。包丁で少し切れ目入れるチートチートだね。ちょっとこれ反対にしてみようかな。これ人海戦術で行くもんじゃないかもなこれちょっと
なんかいい方法ないかな。力を集中させるっていうのは良かったね。確かにって思う。これ逆にしよう。逆。なんかこのヘタのところでなんか突っかかってる可能性あるかなって。ちょっといろいろ試してみよう。ねえ。ちょっと黙々と行きますよ。黙々と行くよ。ねえ。ちょっとチャットここに置いとこう。チャット読んでってね。ジャッカルハンマー使う？スイカね、もうこれ超いいスイカだからさ、頑丈だと思う。いや本当ありがたいよね、こんなスイカをさ送ってくださって、ありがとう。僕は幸せです。アフロ隊と一緒にね夏を過ごせて。アフロ隊がいなかったら今の楽しい毎日はないからね。夏らしいこといっぱいやろうね。服が赤くなって食事される。殺人容疑。怖い。猫妖怪。ここに輪ゴムを置こうか。やばいねこれは。何がやばいってね、牛蜜時アタックを兼ねちゃう。なんちゃって、こんばんは。3本以上はダメだな。欲をかいて3本以上やるとね、つけれなくなっちゃう。地球寝落ちした？12時までには割れたい？割れるかな？いやこれ何度も言うけどね、3つずつっていうやばいやり方だからね。だってさ、前10個とか10個いっぺんとかしてたでしょ？朝になる。変形してきてる？どう？僕の体感はね、開始当初と変わってないですね。もう輪ゴムを巻いてない状態と同じ顔してますね。こういうの
スイカとの戦い。え、少しくびれてきた？はるみ。いや、だんだんくびれてきたな。いい女になってきた。いい女になってきたぞ。はあ。狂ってきた。もともと狂ってます。もともと狂ってます。1年以上ね、狂ってる生活してるんでね、はい、自覚してます。ハンさん、エスリリいい女だろう。くびれてるんだぜ。ここね、多分全然割れないよ。まだ全然割れないよ。この輪ゴムがねなくなってからどうかってくらいだと思います。これは長いですよ。先は長いですよ。本当全然変わってないよね。やばい、一回休んだらやばいです。休んだらやばいです。圧力上がってる。開拓屋川本真由美、あ、おまわりさんにあげるの。早く割れて、うん、手がねちょっと、うん、手がちょっと痛いよね。あ、私にはそう見えない。かかななつさん、狂ってる人は狂ってる人を見ても何も感じないのかな。不滅のアヒルさん、こんばんは。おまわりさんに警棒で叩いてもらう。剣くびれ欲しい。ゆうチャンネル無理しないで。目隠ししてると SM プレイ。みんなは S と M どっち。アフロ隊は S と M どっちですか。 S 両方 M。 今んとこ割れてるね。 イソリ、あのサイズじゃないからね、大人の話だからね。くれないの便利。 S リリー、服のサイズは M。 マサオの服のサイズは L ですからね。はい、マサオの服のサイズは L です。これ言っとかないとね。変化なさすぎて怖い。変化なさすぎて怖い。あ、 S が多そう。あ、でもそれわかるな。
リスナーって基本的に S だと思う。で、配信者は基本的に M だと思うな。なんとなくだけどね。だから需要と供給が成り立ってんじゃない？ねえ。M カップ、やばい、集中力が。おっぱい、おっぱい、おっぱいがいっぱい、おっぱいがいっぱい、おっぱいが、今なんか一瞬記憶が飛びました。小さい頃にな、小さい頃に、あ、深夜テンション。本当にちょっと今日山場だね。まさかこんなとこに伏兵が。やっぱりさ、樹海突ってあの遭難とか怖いでしょ。ねえ、樹海突って遭難怖いでしょ。ねえ、今日はね、遭難がないと思って安心してたら、まさかのね、伏兵が。アヒルちゃん、マサオさん壊れた？もともとですよね。もともと壊れてますからね。みんながもうね、麻痺してるかもしんないけども、変人ですから、変人ですからね。社会不適合者ですから。急に爆発する。これで爆発したらやばいね。あの、顎に入ってやばいかもしれない、この体勢。あ、こっくりさんと合わせ鏡したね、昨日。やばかった、帰り道超怖かった。なんかミスってね、あの帰り道、あのまだ牛蜜時の途中、残り10分くらいで牛蜜時残ってる時に配信終わったんだよね。だから配信終わって時計見たらさ、まだ牛蜜時じゃんと思って、感染失敗したと思って。やっぱ配信の時はさ、まだね、あの耐えれるんだけど、一人になると怖いよね、本当に。スイカが苦しんでる。あの繊細な方はね、見ないでね。繊細な方はね、あの樹海放送のチャンネルのおすすめチャンネル、樹海放送のチャンネルのね、リンクに民宿マルケっていうね、あの農家のチャンネルがありますのでね、そちらをご覧ください。衝撃映像になりますからね、今日は。安定のネゲロ、ゆず姫飲みすぎ。あ、そうそう、リア突禁止ね。リア突禁止です。提供ありがとうございます。全然変わらんよこれ。ツン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 。
スイカをさ叩くと美味しいとかさそういうのが分かるって聞くんだけど、どういう音がするんだろう。僕の想像はなんか身が詰まってる、身が詰まってるか詰まってないかで音が変わるのかなって想像してんだけどさ。ポリリズムやる。じゃあ今ねちょっと叩いてて思った、さっき繊細な人の話してたじゃん、あんまり食べ物叩くのあれかなって一瞬思っちゃった。今ね確認しただけだから。繰り返すこのポリリズム、感動は、うんうんうん、やっぱ身が詰まってますね。身が詰まってます。わあ、ボアリズム、もう口が回らなくなっちゃってるね、疲労感で、疲労感で口が回らなくなってきております。魔装も疲労感だけど、みんなも疲労感でしょ。みんなも疲労感でしょ、これね。このね、心が折れそうな瞬間、ベストワンはですね、この3本やるとうちの1本とかがパチンとかって切れるんだよね。でもこの頑張りはさ、同じだからさ、この引っ張ってるこのパワーは、もう切れないでってなる。うん。なんか切れまくってる気がするんだけど、これちょっと方向がどっかいい場所があるんだろうな、きっと。ああほらね、切れる、切れちゃうよね。3本やっても1本とか切れる、結構の確率で切れてる。付け方が悪いのかな。パチン言ってるでしょ。2本にしたら2本の 1.5 倍が3本か。どういう計算になるのかな。 66% モード、ちょっと計算難しいね。切れちゃうとな、悲しいよな、2本で。いや、やばい、筋肉がもうやばいな。 手もだけど腕も、カラオケダンス流す。タタ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 タ。ちょっとこれ切れすぎやね。切れすぎやね、本当に。輪ゴムがもう限界なんだね、きっと。このスイカがでかで、スイカでかでかね。あ、今切れなかった、ゴムが弱い。水分補給忘れてた。水分補給忘れてた。ああ、ドラえもんを呼ぶ。
ヤバタニエンです。心もヤバタニエン状態。やはは、どうしよう、どうしよう、心もヤバタニエン状態。つけ方を変えながらやるとあれだね、手が今まで使ってない場所になるからちょっといいかも。出川のメットに見える。出川哲郎ですか。あ、また騒いでるね。また警察来るよ。また騒いでるね。大丈夫かな。多分さ、その和コードは通報されたことに気づいてないでしょ多分。大丈夫かな。あ、配信者の可能性あるね。あの樹海村って言われてるからさ、うん、なんだろう、僕も青春時代は騒いでた側の人だったからさ、気持ちはわかるけどダメだよね、騒いじゃね。いやー、ほんと手痛い。真ん中にね、集中させて力を。軍手？なんか手袋した方が良かったのかな。確かに。なんか本当にこれポンってなったらなったでやばそうだよね、これちょっと、うん、こうやってガードするのかな。ちょっとアングル変える？じゃちょっとアングル変えよう。アフロ隊もまた精神的にね、辛くなってきちゃう。今割れる、まあ割れることはないけど、よいしょ。でかすぎでしょ。すごいよね。やばい、もう集中しすぎてね、事前に。あの椅子、座布団用意したのに座布団敷き忘れてる。どうもなんかケツが痛いと思いました。道理で。良いアングルになった？猫キック。あ、トイレ休憩してね。トイレ休憩してね。ね、改めてでかいでしょこれ。あのズームしてないからね。高級スイカですよ、高級スイカ。服部くん爆発。マサオが爆発しそう。確かに、ほ
ほんまですね。魔装が映らない、はあ、魔装の需要が、魔装の需要が、ありがとうございます。本当に生きがいです。生きがいでございます。あ、指紫になってる。そうそう、あのね、挟んだんですよ、あのドアに。ぼーっとしてて、何人分かな。しかもこれ美味しいやつだからね、楽しみだよ食べるの。割れてくれーって。みやみや、あの割れる気配が全くないんだけど。いやー、どうなっとんの。うわ、本当にやばいね、やばい。なぜなら前回のこれもう倍くらい時間かかってんじゃないの。だってすぐ始めたよね、スイカ割りチャレンジ。前回の倍かかってんじゃないの時間。しかもまだまだかかりそう。本当に牛蜜時アタックになっちゃう。手がヤバタニエン状態。まさか朝まで。くびれて終わり、可能性は大きいです。朝でも割れてない。そうだね、魔装が割れてるかもしれないね。今ね、頭に輪ゴムを巻いてる作業でね、365日毎日配信、魔装が割れるかもしれません。昨日は怖かったもん、こっくりさんと合わせ鏡。昨日怖かった、本当にねえ。あ、今回フェイスガード持ってきてない。割烹着もつけてない。慣れた頃が危ないよね。ノーガード戦法、慣れた頃が危ないね。あ、ミヤミヤさんに攻められてる。3夜連続。ああ、配信の例えかな。ずっとスイカやれってことかと思ってびっくりしちゃって。予言あと20分くらい20分くらいで割れるかな。ちょっとまたあの体勢変える。ちょっとね、これいろいろやんないとね、本当にやばいです。あ、またなんか切れ始めた。なんかつけ方で力の入り方変わるんだろうね、多分。付け方で力の入り方が違うんだな、きっと。どうやってやろう。
へこんできた、真由美。へこんできたかな。夏らしいことやってるね。夏らしいことやってるね。毎日楽しいです。アフロ隊のおかげで毎日楽しいです。明日怖いとこ行くでしょ、明後日怖いとこ行くでしょ、でしあさって怖いとこ行くでしょ。あ、そしてね、あの今さ、心霊月間で13日連続樹海突って、今日その3日目なんだけどさ、11日まで身内乗りだ、今も身内乗り会なんだけど、そして後半戦は新規さん初見さん向けにやっていくからね。だから今はさ、結構あのね、このスイカ爆発させたりしてるけど、だんだん日が経つにつれて怖い感じになるかもしれないね。だから前半身内乗りだから、あさってと3日後しあさっては、あのチャンネル登録限定、アフロ隊限定配信も予定してるからね。あのチャンネル登録してないパターンの人もいるかもしれないけど、あの一応チャンネル登録してみてね、その時あのチャンネル登録限定のライブ考えてますからなんか言葉が回らなくなっちゃった。言葉が回らなくなっちゃいました、だんだんとね。えトン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 、ありがとう協力してくれて、ありからなおみ、少しスイカがちょっとまたね、あの何度も言うようだけど、これあのズルンってなったらもう今までの苦労が泡になっちゃうから、拭きながらね、ズルンってね、スルンってなっちゃうから、で真ん中に力を集めるっていうアドバイス。くびれてきた。なんかちょっと怖い、風吹いてきて怖い。よしよし、頭痛い頭痛い、ハーハーしてきてる、興奮してきた。ちょっと本当に時間かかってごめんね。ちょっとね、ちょっと今すいません、もういろんな条件が重なってね、スイカのデカさも倍だし、もう輪ゴムの数も倍ですね。これでも輪ゴムの数倍じゃないのか、輪ゴムがねちょっとずつしかちょっとつけれないっていう問題でね、今3つずつしかつけれないから、でたまに切れるっていう、たまに切れてね、正雄の心が、あやかまだまだだね。森田さん、ながらみ推奨、ほんとあのミシミシ言ったら言うから、ミシミシ言ってきたって
なんか変わった？みんなから見てどうですか？どうですか？本当にね、気配がない。気配ないですよ。すごい強いのかも。変わった？ゆかり。ちょっと変わった？マンボ。くびれてきた？怖いね。どうしよう。これでガードする。ゴキブリ。この地域ゴキブリいないよね。くびれてきた？割れるの？まだまだ？ハスミチコ笑ってくれてる。もうあの滑ってもいいって聞いてます。滑ってもいいって聞いてますね。あ、ゴキブリいない。もう寒すぎて。ゴキブリ一匹もいない。あの生きていけないっぽい。寒すぎて。僕ちょっとあのゴキブリ怖いから、まあみんなもそうかな。ゴキブリ怖いからよかったと思ってさ、ここでゴキブリ出ない地域だから。あ、音してる。音してるよ。あ、気のせい。てかこれほんと圧がやばい。死んだりしないよね。圧がやばいな、これ。もし行ったとしても。でもちょっと予想ができない。いつ行くのか。でかすぎて。上の方膨らんでる。怖いね。このままボンって上来たら。なんか今ショッカーみたいな声したよね。まだまだか。まだまだか。わ、また出た。黙々と言っております。もうあの手もだけど心もちょっと心もなんか多分みんなの方が冷静でいるかもしれない。なんかおかしいことあったら教えて。ゼロ時になっちゃった。1時間で割れる予定だったんだけども、やばい。明日に影響がある。これはでももうここまで来たらもうね、ちょっと頑張りたいけど、輪ゴム足りるかな。カンナありがとう。カンナありがとう。丸玉。フィッシュ。ねえ、あのさ、もう、あの、今もう集中力がやばいからさ、あの、
あんまりチャット読めないかもしれない。あ、また声聞こえる、ワコードの声が聞こえた気がする。ちょっとマサオの独り言モードに入っていい？マサオの独り言モードに入っていい？ちょっとね、もう今心がやばいんで、独り言モードに入っていいですか？図書さん、いい？あのマサオが今若旦那してるっていう話、マサオは若旦那とそしてガイド、ひろ独り言だと思って聞いて。うん、ガイドはねインターネットを使って樹海を歩いたり、富士山ライブカメラで富士山をお届けしたり、ガイドをしてる。で、若旦那は民宿、民宿はなんかリアルっていうイメージだけど、なんか最近それなんかグラデーション変わってきてね、あのもう樹海を案内したアフロタイもね、もしかしたらチャットにもいらっしゃるかも、多くいらっしゃるかもだけど、リアルの方でもガイドしたりね。そして若旦那も畑をねインターネットで伝えたり、なんかリアルとネットのなんか垣根がだんだんなんかあやふやになって、グラデーションができて、そして若旦那とガイドの垣根もだんだんグラデーションになってきてる。だんだんその壁がなくなってきて、コロナがやばかった時は本当に9割お客さんが9割以上いなくなっちゃって、本当やばかったんだけどさ、みんなもそれ知ってる人も多いよね。だけどさ、今コロナがだんだん収まってきて、もしかしたらさ、コロナ誰も予想できなかったでしょ？誰も予想できなかったコロナのように、今度はなんかインターネットが全く使えなくなるとかさ、そういう未来もなんか可能性としてはあるよね。コロナがあったくらいだから。だからね、ネットもリアルも両方頑張っていきたいんですね。みんなと一緒にいい観光をしたり交流したり、そしたらコロナみたいなさ、なんかピンチがね、これからも来てもまたみんなと一緒に楽しく笑ってね、乗り越えられる。なんかコツコツが一番大切かも。コツコツするって本当にいいね。ゆかり5分外れた？もしかしたら割れないかもしんない、これ。割れなかったら包丁でやる？割れなかったら包丁でやる？あの包丁でやるやり方ちょっとわかんないんだけど、この輪ゴムのところに包丁ぶっ刺せばいいのかな。ねえ、なんかビクともしないよね。ビクともしません。全くビクともしない。どうなってんのこれ。あ、でもだんだんここ膨らんでるよ。こっちちょっと、うん、上と下に膨らみを感じます。うん、でも音が全くないね。ちょっともうこれ黙々と続けるしかないかもしれない。
切れ目入れれば爆発する。ちょっと本当にさ、もうダメって時は切れ目入れちゃおうか。もうアポしてるけど手もアポしてる。そろそろ割れる？ゆず姫祈ることしかできないズラ。お祈りありがとうズラ。これって上に飛ぶときにさ、上にいたらどうなんだろう。あ、顎とかにぶつかってやばいのかな。縦に長くなってる。ちょっとずつ変化があるかな。やばいよね、やばいよ。あのさ、こんなに時間かかるスイカのさ爆発してなくないですか。ちょっと申し訳なさも感じるんだけど、申し訳ないです、申し訳ないけど、もうやってくよ、もうやってくよ。うわすごいよ、もうカラー、カラーです。あのカラーってあったよね前、韓国のアイドル。もうね頭が回らないから。雨降ってきた、雨降ってきた。台風の影響やばいですよね。じゃあ2箱目、じゃあ2箱目。ちょっと風も吹いてきたね。もう800はもうついてる。これにもう本当は割れてる、とっくに割れてる。やっぱね3本しかつけれないから超時間かかるね。3本ずつしかつけれないからね。千葉さん爆発拒否、爆発拒否してるよね。輪ゴムパツンがもうやめて。ちょっとね休み休みじゃなきゃやばいですね。そろそろもう手が、手がやばいです。一点に集中させてね。いや怖いな、集中させてバーンってなんないかな。もぐもぐタイム、もぐもぐしたりね、グビグビしたりまったりしてね。蚊取り線香がね夏を感じます。
乾杯。よし、こんばんは。あみあみ寝落ちした。添い寝して添い寝してね。スイカの音かと思ったら雨がなんかちょっと降ったら音だった。ちょっと2個ずつになっちゃうな。手がもう痛いや。ちょっともう一回3つ。あ、やばい、台風の影響で風がすごい吹いてきたね。3本つけて1本しか残んない時とか、どう、あ、今回3本ついた。つけ方にもよるのかな。どうなってんだ。スイカの形をした何かなのか。あ、蚊取り線香ついてた。教えてくれてありがとう。あ、去年はね、多分40分くらいで爆発してたような気がする。スイカの大きさがね、倍だからね。スイカの大きさが倍だからね。あれ、ここへこんでる気がする。ここ急所かな。へこんでる気がしませんか。うわ、すごい、なんか怖いね。なんか爆発するとしたらちょっとでかいからさ。でかいからちょっと怖いよね。ファイトです、頑張ります。少しへこんでるよね。
怖いな。美和先生寝落ちした。美和美和お仕事頑張ってね明日。くみくみザードの負けないでなます。著作権がやばいからね YouTube。 スイカの名産地、友達ができた。スイカの名産地、余裕で1000超えてますね。1000超えてるのにも。なぜ割れない。なぜ割れない。だからさ、逆にさ、すごい圧が来るって思うと怖くない？こんだけ割れないこのスイカの圧が今から来ると思うとちょっと怖いんだけど。怪我とかしないよね。ほんと怖いな。メガネ外そう。途中でもう外そうかな。メガネ外そう。なんか怖い気がする。うん、どうやってガードしよう。よし頑張る。よし頑張る。前触れあんのかな。ジンさん即離脱。瞬間的になるよね。台風も近づいてきてる。あ、ほんとそう。輪ゴムがさ、すごい力でしょ今。僕にバンバチンってぶつかったら結構これやばいパワーだよね。確かに。かなり巻いてんだけど、どうなってんの。どうなってんの。台風も霊も近づいてる。心霊好きな人はね、心霊としても楽しんでください。これ今富士の樹海なので、はい、すごい身が詰まってるってことだよね。なんかへこんでるような気がするんだけどさ、ここツン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 。いや手が痛いっすわ。あ、樹海村見た？面白かったね、樹海村。僕も見た、映画館行って。幽霊ピース。幽霊ピース。
そろそろ、なんか気配がないよ、音とかもしない、どうなっとんの。怖いな、確かに圧がやばいよ。まさまさそろそろ行く？一回外してみる当時、ナイスアイディア。サムネ回収するの？サムネの場所ね、あのちょっと歩かなきゃなんないからね。お風呂入ってきた？賭けに勝ったね。僕もこんなに割れないとは予想もできなかったです。なんかさ、ほんと前触れなく割れるんだよね。おっ、変化がなくて怖い。逆にそうまくん樹海に来た理由はですね、皆さんに心霊をちょっとお届けしたいと思ってですね、はい、13日間連続で心霊凸やっております。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。明後日と3日後はね、チャンネル登録限定ライブ配信なので、新規さん初見さんはチャンネル登録お願いします。あのね、5本できないんだよ。さっきもね、1本2本3本4本5本でテストしたけど、スイカがでかすぎてね、5本ができない。だから前は10本ずつやってたんだよね。この半分くらいのスイカってさ、10本やってたからさ、40分くらいで割れたんだけど、なんか今ちょっとやばい状態です。非常にやばい状態です。9時から寝ちゃった。酒井さん、千葉さん、蓮美智子、いきなり爆発したら困るね。本当に困ります。はあ、はあ、やばい、心折れる、心折れる。本当に割れないね。どうなっとんのこれ。輪ゴムじゃ割れないタイプのスイカかも。あ、そうまくありがとうございます、チャンネル登録。はい、あの実はですね、あのチャンネル登録をすると、あの自動的にアフロ隊になるというシステムでですね、さっきちょっと言いそびれてしまったんですけども、そうまくあなたはもう今日今の瞬間からアフロ隊でございますから。はい、アフロ隊よろしくね。アフロ隊よろしくです。ミドポンしぶといよね、これ。もうなんかつけるの上手になってきたし、もう手の感覚がないから、あの明日怖い、手がすごいことになってそう。最初さ、こんなんやってたでしょ。もう手の感覚がないからさ、いやこれ頑張ってるアピールじゃなくてさ、すごいでしょ。すごいでしょ。優子職人だね。もうあの1000本突破してるのに全然割れない。でかすぎる。最大級、最大級やばいです。木村さん頑固すぎるよね。俺とお前の戦いだ。
マジでいい女すぎる。燃えてきたこのスイカ、食べてやる、駆逐してやる、食べてやる。手が痛そう。頭もです。深夜のテンション、深夜のテンション。あ、プーチン松田ぶち込んでいいんですか。普段ね、意識的にYouTube の音声認識を意識的にね読んでしまってる。おかしいことになってきてる。やばいよね。丸田尾さん、こんばんは。夏休みだからしょうがないよね。あ、雨がほんと降ってきて、台風の影響ですね。うん、全然割れないね。本当に本当にやばいのかもしんない。この圧が本当にすごい、圧が怖いな。え？プニスケさん上手だね。ガードが硬いよ、このいい女だからガードが硬い。さすが謎かけの王。本当に怖くなってきた。でももう怖さよりももう割れてって思う、割れてって思う。あ、ブリューさんチャンネル登録ありがとう。あなたもアフロ隊です。今日まだ3日目だからね、あと10日連続で10回突するから楽しもうね。今年夏、夏らしいことやろうね。コロナでなかなか夏らしいことできない、この今のね、今のこの時をみんなと夏らしいことする。あの涼める配信だからね、いつも怖いのやるから涼めます。あとここも富士の樹海だから何かが来てるかも。何かが、あー痛い痛い、もうなんか感覚がなくなってきてる。血出てる、うん、血は出てない。鈴の音した？なんか音したよね。マサオはなんかガサーとか聞こえた、そっちから。うん。なんか近づいてきてるかも。もう割れろ。もう割れろ。軍手した方がいい？本当だね。あ、本当。あ、これあれだ、鈴の音じゃないよ。これトラツグミ、あの野鳥が鳴いてるね。野鳥が、まあ、わかんない。さっきの鈴かもしんないけど、今のはなんかトラツグミかも。
スイカを上下逆にした方がいい？ちょっとなんか逆にしてる時に割れたらやだ、怖いね。鈴の音した？くるくるした？うなぎもなんか変形してる？のりこ、まだまだ長い？本当にすごいよねこのスイカ。本当どうなったんだ、怖いね、割れたら割れたで。いきなり割れるの？顔面気をつける、怖いね本当に。すごい力だよねきっと。怖いな。うん、ミリミリとか音してないね全く。くるくる大丈夫？なかなか割れないね。
スイカにもスプレー効果あんのかな。ちょっと やばい手がなんかもうやばいですよ。なんかは見える、ちょっとなんか伝わりづらいと思うけど、はあ、虫のカサカサ言ってる音か。だんだんちょっと雨とか虫とかで前兆も分かりづらくなってきてますね。急にボンってなったら怖いね。それはそれで、体勢変えよう。いやちょっと辛くなってきちゃったな。でもこれ上にポンってくるのかな、この体勢。上にポンってくるのが、それを思うと怖いね。あれ、ミヤミヤ起きた？あ、ミヤミヤ起きてるの、もともと。縦長になってる？やばい、チャットがバッテリーなくなってきちゃった。ちょっと待って、あの充電器持ってくる。ああ足が、よし。これもちょっと少ないけど大丈夫かな。
もしかしたらもう割れないスイカなのかも、これ。そう、一気に巻きたいんだけどさ、スイカでかすぎてね、3個ずつが限界っていう、なんか謎の状態。やばい、やばいよ。ツン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 、この向き OK？ あと200本リリー、全然食い込まんよね。結構丈夫なのかもね、このスイカの圧に対してのこのスイ、輪ゴムの圧に対してのこのスイカがすごいいい、スイカって丈夫なのかも。ベニちゃん復活？あ、幅がでかすぎ？あ、なんか輪ゴムの真骨頂みたいな。力発揮できる幅を超えちゃってるって感じ？あ、皮が硬い？そっか、夏終わりかけだったもんね、去年やったの。あと、まあ大きさも
大きさもねこの半分というちょっとの予感怖いね。怪我とかするのやだな。ちょっと異常事態じゃないですか、このもうあの輪ゴムの数が、まあ、あの1000超えてるっていう異常事態。うん、同じ箇所に巻いてく、力を集める。あでも変形してるよね、変形はしてるよね。どうなっちゃったら、ね、どうなっちゃってるんだろう。もうちょっとねもうちょっともう割れてもリアクション取れないレベルの疲労困憊でございます。やばいです、樹海放送過去最大のピンチを迎えております。謎の状態になっております。いろんな理由でおかしいことになっております。すごい丈夫、丈夫。久保田緑、危険気をつける。本当に割れない気がしてきた。圧すごいよ。あ、本当だ、メガネかけてた、自然に忘れてた。さっき充電器取り行った時ちょっと光を下げようか、節電。なんかね割ること以外も考えないです。割ること以外考えれなくなっちゃってる。つらい、つらい。真ん中に集中する。
ああ、芯から海が出てきたらいいんだ。全然出てない全然出てない。ほんとすげえなこれ。無理しなくて OK。 ゆゆリリーもう少し。このある一定の数超えると輪ゴム爆発危ないとかありそうな気がする。なんか圧がすごそう今だって。僕これいろんなとこで下調べしたけどこんな割れないことないもんな。ちょっと怖い怖い。スイカは英語でウォーターメロン？ほんと牛蜜時になっちゃうね。ラウ仕事お疲れ。アニワラタ行きそう？割れる雰囲気感じる？坂口さん。
うん、虫がすごい邪魔。不滅のもうすぐ割れる本当。もう割れてほしい。縦長に見える？そろそろ来る？まだ汁出てない。あ、顔近づけすぎたら危ない。輪ゴムもう1500近いと思います。謎に割れないです。あ、また騒いでるね。また通報されちゃうよ。まあ、楽しいんだろうね。今コロナでね、抑圧されてるからさ。ワーコード。
割れずにひょうたんみたいになる、そういうパターンもあるの？うん、ちょっと怖いね、確かに。どう、変化ある？あ、なんかこれ汁出てきてる、ここから。こっから汁が出てるから割れないってことある？それとももう結構圧がもう来てんのかな。でもこっから汁が出るならわかるけど、こっから汁出てきてる。やばい、そろそろ怖いね。風が吹いてきたな。ちょっとごめんね、もうちょっと割ることだけに集中する。もう変形してる？膨張してる？なんで？
怖い。皮がすごい硬いのかも。やば。ちょっと輪ゴム持ってこようかな。輪ゴム持ってこようかな。輪ゴムがもうなくなる。まさか輪ゴムがなくなるよ。あ、2箱目がなくなる。だからもう1500超えるよ。あの1箱はね、ちょっともう輪ゴムのサイズがね、あのもうダメな輪ゴムだった。ちっちゃくて、ちっちゃいのかちょっと大きいスイカにはもうちょっとつけれないレベルの。本当だよね、割れた時の反動怖いよね本当に。うん、なんか僕いろいろな動画見たけど、こんなに輪ゴム巻かれてるスイカないような気がする。だって前だってさ800とかで割れたでしょ。倍だから、倍の力になってるかもしれない。
そろそろ輪ゴムがなくなっちゃうんで、ちょっと輪ゴム取ってきます。
ちょっと充電器持ってきます。あれ？ああ、やった、割れてる。やった、やった、割れてる。やった、よかった。やったよ。よかった、みんなよかったよ。泣きそうだった。輪ゴムがもうなくてさ、やっと1個、1箱もうちょっと少ないの見つけて。よかった、よかった。あの、自然に割れたの？自然に割れた？誰かが来てツンツンとかしたんじゃなくて？リアトッツとかで。いや本当ありがとう。もう心折れそうだったけどね。みんなのコメントがね支えでね、ああ。できないことはないんだね。よかった。じゃあちょっともうこれで終わる。アフロじゃんけんだけしよう。アフロじゃんけん、じゃんけん、パーマ。夜遅くまでありがとうね。時計見てびっくりしちゃった。明日も生きる。ちょっと待って
ちょっとね疲労困憊でおかしくなってんだけど、いやしっかりしよう。みんながここまで待っててくれたんだからさね。あれ夏らしいことできた。いただきます。明日は夜の9時、マサーと一緒に夜樹海凸してくれるかな。いいとも。いやよかった、まさか割れると思わなかった、びっくりした。みんなの祈りが通じたのかな。ゆっくり休む。ありがとう。じゃあね。ありがとうございました。ありがとうございます。遅くまでありがとうございました。ありがとう。